はい、今回は自動車税や固定資産税などの税金を支払う際に JAL カードと JMB 和音カードを組み合わせることで決済手数料なし、かつマイル還元率を最大 2% にできるミニストップで JMB 和音で税金を支払う方法について解説していきたいと思います。よろしくお願いします。最近はクレジットカードで税金を納付できるところも増えてきました。クレジットカードで支払えば支払い金額に対してポイントが貯まるので、現金で支払うよりカードで支払った方が当然お得になります。しかしこれは一般的なショッピングで買い物する場合の話であり、税金をクレジットカードで支払う場合は注意が必要です。なぜかというと、税金等をクレジットカードで支払う場合は支払い額に応じて決済手数料が発生するからです。この決済手数料は納付先の自治体によって異なります。例えば最も人口の多い東京都の決済手数料は次のようになっています。税額が1万円までは80円、2万円までは160円、3万円までは240円、4万円までは321円、5万円までは401円、以後は税額が1万円増えるごとに税込み80円の決済手数料が発生します。現金や口座引き落としで支払った場合、この決済手数料はかかりませんが、クレジットカードで支払うとこの決済手数料が発生するので、現金で支払った場合と比較して支払い金額は決済手数料の分だけ多くなってしまいます。なのでカードで支払う場合は支払いによって得られるポイントやマイルが決済手数料分を上回る価値を見出せるかが重要なポイントとなってきます。マイルの価値は一般的に1マイル2円以上と言われているので、ざっくりとした計算になりますが、5万円の税金を支払った場合、マイル還元率 1% だとすれば500マイル約1000円相当が貯まるので、決済手数料401円分を多めに払ったとしてもお得になる可能性が高いと考えられます。税金支払い時の決済手数料は自治体により異なるので、一概にお得と言い切ることはできませんが、 JAL マイルを貯めるということに関しては1マイル2円以上の価値があると考えれば、基本的には現金で支払うよりお得になる場合が多いです。なのでお住まいの自治体がクレジットカード納付に対応していて1マイル2円以上であると換算して決済手数料分を上回るようであれば、 JAL カードで支払いをする方がお得になるということになります。しかしできれば決済手数料は払いたくない、マイル還元率を少しでも上げたい、そのように思われる方も多いと思います。そんな願いを叶えるのが今回の本題である JAL カードと JMB 和音カードを組み合わせたミニストップで JMB 和音で支払う方法です。この方法を使うことで税金支払い時にかかる決済手数料を0円にでき、さらに税金の支払い額は同じでもマイル還元率を納付額の最大 2% にすることができます。この方法で必要になる条件は次の3つです。支払いに使う JAL カードを持っている、 JMB 和音カードを持っている、近くにミニストップのコンビニがある、この3つの条件が揃えば大丈夫です。 JAL カードの内容に関しては専用の動画があるので、今回は詳細を省略させていただきます。2番目の JMB 和音カードについて解説します。 JMB 和音カードとは大手流通会社イオングループの電子マネー和音の機能を備えた電子マネーカードです。年会費、発行手数料は無料となっています。注意点としまして、和音と JMB 和音は全く別物となります。通常の和音は支払い額に応じて貯まるのが和音ポイントになります。 JAL マイルを貯める場合は JMB 和音を発行して使用する必要がありますので、すでに和音カードを持っている方は間違えないように注意してください。では JAL カードと JMB 和音、これらを組み合わせるとなぜ最大 2% のマイル還元率を実現できるのか、その方法について具体的に解説していきます。先に流れを簡単に説明すると、まずお持ちの JAL カードで JMB 和音カードに納付額をチャージする。この時点で JAL カードによる100円につき1マイルが貯まるので、納付額の 1% が JAL マイルとして還元されます。次に毎月5がつく日は JMB 和音カードでの支払い時に JAL マイルが2倍になるので、つまり月のうち5日、15日、25日、いずれかの日にミニストップにて JMB 和音にチャージした金額で税金の支払いをすれば、通常200円につき1マイルのところが、この日だけは200円につき2マイル貯まるので、納付額の 1% がマイルに還元されます。しかも JMB 和音は税金の支払い時に手数料が発生しません。この手順を踏むことで、決済手数料0円でマイル還元率を最大 2% にすることができます。順番に解説していきます。まず JAL カードは最低1枚は必要になります。今回の方法で対象となる JAL カードは JAL ビザカード、 JAL マスターカード、 JAL カード東急ポイントクラブ Q、
JAL JCB カードとなっています。なので JAL ダイナースカードや JAL カードスイカ、JAL カード OP クレジットや JAL アメリカンエキスプレスカードは対象外なので注意してください。各 JAL カードのマイル還元率を一覧にすると次のようになります。 JAL 普通カードと JAL クラブ A カードはオプションなしだとマイル還元率 0.5% ですが、年間3300円のショッピングマイルプレミアムに加入するとマイル還元率 1% になります。 JAL クラブ A ゴールドや JAL プラチナカードはショッピングマイルプレミアムが自動付帯なので最初からマイル還元率 1% になります。なので JAL カード単独では最大でもマイル還元率は 1% が限界となります。しかしこの後の JMB ワオンカードを併用すればこの還元率を最大 2% まで引き上げることが可能です。ちなみに普通カードとクラブ A カードはショッピングマイルプレミアムに加入しない場合は最大 2% にはなりませんので、あらかじめご了承ください。 JAL カードで税金を直接支払うことも可能ですが、JAL カードで直接支払うと先ほどの決済手数料が発生してしまいます。ここで役に立つのが JMB ワオンです。 JAL カードを使って JMB ワオンに納付額分をチャージすれば決済手数料が発生せず、チャージした金額分はそのまま還元率 0.5% もしくは 1% で JAL マイルに還元されるというわけです。そしてこの方法を利用する場合、初回だけ事前準備が必要です。 JMB ワオンに JAL カードでチャージするには事前登録をして JMB ワオンと JAL カードを紐付けておく必要があります。パソコンもしくはスマートフォンなどでワオン公式サイト JMB ワオンクレジットカードのご利用登録解除のページにアクセスして必要事項を入力して登録しておきましょう。設定にはオートチャージとクレジットチャージの2パターンがあります。オートチャージを設定しておけばレジで支払い時に残高が設定額未満になると自動で JAL カードから指定金額がチャージされます。スムーズさを優先したい方はオートチャージで良いと思います。念のためチャージ額を確認したり手動で調整したい方はクレジットチャージを選択しましょう。事前に紐付けておけばワオンステーションもしくはイオン銀行 ATM からクレジットカードを使って指定金額のみをチャージすることが可能です。現在ワオンで支払うことができる税金には住民税、自動車税、軽自動車税、固定資産税、社会保険料では国民年金、国民健康保険などがあります。ただしこれらが JMB ワオンでの支払いに対応しているかは自治体により異なりますので事前の確認が必要となります。確認方法としては納付用の振込表に記載されているバーコードを確認します。振込表に記載のバーコード番号(91)に続く6桁の番号が次の対象番号の場合であれば JMB ワオンで支払うことが可能です。こちらは2021年2月25日時点での一覧表なので、実際に支払いをする場合は公式サイトで再度確認することをお勧めします。不要な場合はバーコードを店員さんに見せて和音払いが可能であるか事前に確認しておきましょう。JAL カードと和音カードでの紐付けが完了していれば、あとは税金の振込表を持って5のつく日にミニストップへ行って和音で支払いをします。再確認となりますが、JMB ワオンでポイントが2倍になるのは5日、15日、25日の5がつく日のみです。この日以外に JMB ワオンで支払いをしても最大マイル還元率 2% にはなりませんので注意してください。支払い方法としてはレジで振込表を渡してワオン払いでと依頼して支払いはこれで完了です。オートチャージを設定しておらず納付額分がチャージされていない場合は店内のイオン銀行 ATM でチャージをしましょう。紐付けが完了していれば JMB ワオンだけでチャージを行うことが可能です。なお支払い時の注意点として JMB ワオンのチャージ上限額は5万円までとなっています。そして一度の会計で支払えるのも5万円までです。なので1枚の振込表の納付額が5万円以下であれば会計を分けることで全額ワオンで支払うことも可能です。1枚の振込表の納税額が5万円以上の場合は超過分に関しては現金での支払いとなってしまいます。まとめに入ります。まず JMB ワオンチャージに対応した JAL カードを用意しておくこと。対象の JAL カードは JAL ビザカード、JAL マスターカード、JAL カード東急ポイントクラブ Q、JAL JCB カードです。まずはこの JAL カードで JMB ワオンに納税額をチャージします。この時点でマイル還元率 1% でマイルが貯まります。ただし JAL 普通カード、クラブ A カードの方でショッピングマイルプレミアムに加入していない場合は還元率 0.5% になります。
こちらは JMB1 へのチャージなので決済手数料も発生しません。そして JMB1 は200円につき1マイルなので、普段はマイル還元率 0.5% ですが、毎月5がつく日、5日、15日、25日は200円につき2マイルが貯まるので、200円につき2マイル貯まるのでマイル還元率が 1% になります。なので5がつく日にミニストップへ行き、 JMB1 カードで支払うことで還元率 1% で税金を支払うことができます。 JAL カードから JMB1 へのチャージで還元率 1%、 JMB1 で5がつく日にミニストップで支払うことで還元率 1%、 これらを合算することで JAL マイル還元率最大 2% を実現することが可能になるという仕組みです。はい、いかがでしたでしょうか。少し複雑に感じるかもしれませんが、基本的には対象となる JAL カードと無料の JMB1 カードを揃えて紐付けし、 JMB1 にチャージして5がつく日にミニストップで和音払いで支払いをする。やることはこれだけです。決済手数料もかかりませんし、少々手間ではありますが、 JAL カードで JAL マイルを貯めている方で近くにミニストップがある方は、どのみち支払う必要がある税金を支払うだけでマイル還元率が最大 2% になりますので、少しでもお得にマイルを貯めたい方はぜひ実践してみてください。 JAL カードを新規で発行する場合はポイントサイト経由での発行がおすすめです。まだ未登録の方は概要欄の紹介用 URL から登録すると紹介入会特典も受けられるので、よろしければご活用ください。それでは今回の動画はこちらで以上となります。ご視聴ありがとうございました。